こんにちは、アニマルタイガです。はい、今回なんですけども、我が家でね、新しくお迎えしていた爬虫類、今回はですね、かなり珍しい変わったヘビちゃんをですねお迎えしたので、その子の紹介と、あとね、以前から飼育しているヒロクチミズヘビちゃんのですね飼育環境を変えていこうかなというふうに思います。ヒロクチミズヘビちゃんね、我が家に来てもう数ヶ月経ったんですが、今はですね、カツの餌をバンバン食べるようになってくれて、お迎え当初のね動画では何も食べてなかったと思うんですが、初給餌だったかな、土壌をあげたと思うんですけど、あの時何も食べてくれなくて、まあそっからも 2、3週間ぐらいはね、何も食べてくなかったんですよ。でもしかしたら持ち腹かもしれない、赤ちゃんがね、ヒロクチミズヘビも赤ちゃんをそのまま産むんですけど、赤ちゃんがいるから食べないのかもしれないっていう風にね予想してたんですが、まあお腹の中にはねおそらく赤ちゃんはいなくて、で、3週間ぐらい経った時にようやく土壌を食べてくれて、でその後はね金魚も、食べてくれて、あとは鯉とかもね食べてくれて、カツエサはねしっかりと餌付いてくれました。でまあ今日ね飼育環境変えていこうと思うんですけど、その前にね初めての冷凍餌もあげていこうかなというふうに思いますので、今日はですねヒロクチミズヘビちゃんの初めての冷凍餌給餌、飼育環境の変更、そして新しくお迎えした珍しい変わったヘビちゃんの紹介をしていきたいと思います。こんな感じでね動画を撮ってると、まあ僕がこう喋ってるからかね、なぜかこう後ろにいるねオトカゲちゃんたち、こっちに入ってる子がワン君で、こっちの子がルイ君なんですけど、なんかねすごいこう喋り出すと反応してご飯なんじゃないかなってね動くんですよね。結構お腹が空きすぎてる時はバッタバタで、あ多分ね動画上でも音声でこうバタ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 音が入ってたりするかなと思うんですが、結構ねこう撮影しだすとね動いてご飯を要求しているような感じがします。ということで、まずはですねヒロクチミズヘビちゃんに、冷凍餌ちょっとあげてみたいと思います。ヒロクチミズヘビちゃんね、今はねこんな感じでプラッケの中に入ってもらってまして、水張りで、流木を入れて、まあ、ちょっとだけ陸地があるよみたいな感じにね、してあります。ちょっとこっち側にねお顔があるんですけど、これどかして警戒されちゃうとあれなので、まずはねこの状態でちょっとご飯見せてみようと思います。用意したのがこれ冷凍ワカサギにしました。食べてくれるかな、ワカサギだと結構ね入手も楽だから餌付いてくれると助かるんですが、ちょっとこっちがいるのであげてみます。食べないかな、ここにねちょっとお顔だけ見えるんですけど、食べないかもしんないな、さすがに顔引っ込めちゃった。さすがに食べてくんないかな、まだ冷凍エサはこれ初めて見せるのでちょっと食べてくんないかな。まあ、ピンセットから食べないっていうねあれもあるので、ちょっと入れといて観察してみますか。ちょっとだけ顔出してきたけど、ワカサギには食いつかなさそうですね。まあでも置いといてね食べてくれるかもしれないので、ちょっとまずは飼育環境変えちゃおうかなというふうに思います。はい、それじゃあね、まあ、こっち側で見てもらいながら新しい飼育ケージのですね紹介をしたいと思います。ケージがですねこれに今回しようかなと思ってます。はい、コンテナボックスですね、このコンテナボックスを使おうかなというふうに思います。蓋の方はねもう事前にこうくり抜いて、網をね結束バンド、結束バンドで、この結束力が半端ないですからね、この結束バンドっていうのはいつも重宝してるんですが、これね、蓋だけちょっと通気性よくしてあって、でコンテナボックスこれサイズがなんだ45かな、45センチの横幅のやつを今回使用しようと思います。でね説明し忘れたんですけど、今回のこの新しい環境に移すにあたって、陸地をね作ろうというふうに思います。今まではねこんな感じで、ほぼ水
場で、まあ、ちょっと陸地あるけど体全体が干せるぐらいの、体をね乾かすぐらいのスペースはないかなっていう湿環境でしたが、今回は完全にね陸地も用意してあげようかなというふうに思います。なのでここにね、まあ、ペットシーツ敷いて、この中にねシューズケースのこのワイドのでかいやつをここに入れて、まあ、水をね入れようかなというふうに思います。でまあ、陸地にこう出入りも自由にできるようにしようと思うんですが、まあ、なんでね陸地を作ろうかなと思ったかというと、以前ね広口水蛇のお迎えをしましたということで動画出した時に、その時のねコメントで、広口水蛇とか、まあ、水蛇系をねたくさん、長期で飼われているっていう方からコメントいただいて、まあ、その方がね広口水蛇は、陸地用意してあげると陸地にも好んでいくので用意してあげた方がいいですよっていうふうに、言われたので、今回陸地をねしっかりと作ろうと思います。まあ水場だけでもね飼育している人っているかもしれないんですけど、こうした陸地選べる環境をね用意してあげることで、その子のまあ好きなところでね、暮らせるっていうことがあるので、まあ水の中にしか入れないよりは陸地もあるよっていう環境にねしておこうと思います。まあ広さもちょっとだけね広くなったかなと思うので、のびのびと暮らせるかなと思います。でこっちのシューズケースの方に水を入れます。水はね必ず1日2日貯めておいたものを使います。水道水そのままだと良くないみたいなので、溜め水でいつも水を変えてます。はい、もうこんな感じですね。めちゃめちゃシンプル。やっぱりこの爬虫類飼育していく中でメンテナンス効率っていうのも僕は結構まあ重視今はしてて、こんな感じでシンプルにねしておこうというふうに思います。で水の中でうんちしたらまあ水変えるみたいな感じで、ペットシーツも汚れたら、すぐ変えられるようにねしておこうと思います。ちょっとじゃあ今もう食べなさそうなので、今日はちょっと食べなさそうなので、広口水蛇ちゃんこっちの方にね、移しちゃいたいと思います。よいしょ。どうしよう、流木は一応入りそうだから入れといてあげようかね。ずっと使ってたし、流木入れて水蛇ちゃんもおいで。かなりやっぱ綺麗な個体なのでね、よいしょ、しっかりと長期飼育、そしてできたら類代とかもねしてみたいなと思うので、まあ、どっち置こうかな。ちょっと陸地に置いといてあげよう。一回置いてみよう。初めての陸地ですね。初めての陸地にちょっと戸惑いを見せてますが、そっち行くか。そうか、なんか裏側に行かれるの嫌だからな。ちょっと裏側に行かれる感じだったので、もう水の中に入れちゃいました。こんなシンプルな環境ですが、まあ、この環境で当分は飼ってみようかなというふうに思います。まあ、飼ってる中でね、もうちょっとこうした方がいいなとかあったら、随時ね、飼育環境を変えようかなと思うんですが、一旦この形でね、飼育をしてみようかなというふうに思います。続いては、新しくお迎えしていた変わったヘビちゃんをね、お見せしたいと思います。ってことでね、新しくお迎えしたヘビちゃん紹介したいと思うんですが、実はですね画角にちょっと映ってました。こちらのケースにね入っている個体なんですが、見てわかりますかね。こちらもですね水を使ってます。はい、水の中で生息する、こちらに入っている個体はヒメヤスリヘビですね。ヒメヤスリヘビが入ってます。どこにいるかというとですね、ここ見えますかね、ちょっと体が出てる、はみ出てるんですが、ちっちゃい個体がね入ってまして、もう実はこの子もですね飼育をして2ヶ月ほど経ちます。まあ、どんな子が入っているのか見てみましょうか。どうぞ。じゃじゃーんと、これ伝わりますかね、体色がね非常に綺麗で、ヒメヤスリヘビはこういったね模様を、しておりますが、バンドのね模様のところがよーく見るとですね結構青白く色が発色しててすごい綺麗なヘビちゃんですね。ヒメヤスリヘビっていうことで2ヶ月ほどで、僕の家に来てからもうすでにね脱皮は1回してくれて順調に暮らしてくれているのかなというふうに思ったので、撮影をねしてみました。試みています。1回脱皮してくれたからもう安心かな、環境にもね落ち着いてくれたかなっていうふうに思うんですが、ちょっとどんな子かね水中にいたら分かりづらいと思うので、ちょっとだけお見せしたいと思います。あんまりストレスかけたくないのでそんなに見せれないですが、
おいで。はい、こんな感じの答えなんですよね。あーすごい早い。ちょっと色わかるかな。青白っぽい色してて、あーもう帰っていっちゃった。でね、触り心地がね、ほんと、ジャワヤスリーヘビよりももっと細かいような鱗をしてて、で、すごいね、なんだろう、元気なのかなって心配になるぐらい皮膚触った感じがすごいブニョブニョしてるんですよね。なんか普通のヘビの筋肉質な体とはちょっと違うような、体をね、してるんですよ。すごい青白くて綺麗なね、ほんと個体で、めちゃめちゃいいヘビちゃんですね。そう、ほら綺麗でしょ。顔がなかなかね、お見せできなくてあれなんですが、なかなか撮影が難しい種類です。あー、こんな感じで、でこの子はですね、ヒメヤスリヘビって結構海岸沿いとか汽水域に生息しているヘビちゃんで、飼育難易度もそこそこ高いと、難しいと言われてはいますが、我が家では2ヶ月、今のところは順調に暮らしてくれております。非常に貴重なヘビちゃんをね、飼育できて嬉しいですね。長生きさせられるように。そしてね、ちょっと飼育、こう水ヘビの飼育をしだして、めちゃめちゃなんか最近水ヘビにちょっとハマってまして、またね、飼っててすごい好きな種類になりましたので、ヒメヤスリヘビね、すごい好きな種類になったんで、ちょっとね、飼育は揃えて繁殖なんかもちょっと水ヘビとかね、やってみたいなというふうに思ってるので、まあ、その辺もぜひ皆さんちょっと期待しててほしいなというふうに思います。ちょっとね、ストレスかけちゃったので、こんぐらいに今日触るのはね、こんぐらいにしとこうと思いますが、貴重なヘビちゃんね、飼育し始めました。今後ともよろしくお願いします。ちょっと名前とかもね、考えたいなというふうに思ってますが、水ヘビちゃんね、可愛がって飼育しております。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、以前から飼育していた広口水ヘビちゃんの飼育環境変更と、あとは初めてのレッドエサ、ワカサギをですね、あげてみました。まあワカサギの方はですね、すぐは食べてくれないなという感じで、したので、まあ今後はちょっとお餌さとかでね、あげてみて餌付いてくれたらなというふうに思います。広口水ヘビちゃんも、ヒメヤスリーヘビちゃんもどっちもね、ワイルドの子ではあるので、ワイルドの子って僕はなるべくね、駆虫をして寄生虫体内にね、いる寄生虫をいない状態にね、できるだけいない状態にこうしたいっていうのがあるので、冷凍のね、ワカサギとか食べてくれるようになれば、まあそのね、ワカサギのお腹の中に、口液薬とかを入れてそれをね、食べさせ投与することができるので、できたらね、冷凍のワカサギ餌付いてほしいなというふうに思うんですが、まあね、初めてのね、我が家に来てからの給餌も時間かかりましたし、こうしてね、冷凍のご飯に餌付くのもまあ時間かかるけど食べてくれるんじゃないかなというふうに思ってるので、まあそこは気長にね、この子の様子を見ながら育てていこうというふうに思います。まあ僕はね、シンプルにでかくてかっこよくてっていうね、オオトカゲの爬虫類飼育から、始まりましたが、今ではね、こうした変わったね、爬虫類にも少しずつですが興味持ち始めて、いろんな種類飼ってますので、気になる方はね、ぜひチャンネル登録して今後のね、アニマルタイガの動画も見てくれるとありがたいです。ということで今回の動画はこんな感じで終わっていきたいと思います。この動画いいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。